エコージャドルフィン2。独特の操作感と世界観で発売以来全世界を虜にしてきたあのイルカのエコーが帰ってきた。青く澄み渡る海、楽しげに泳ぎ回る海の生き物たち、きらめく海藻。前作でも好評だったグラフィックはさらに美しく滑らかになっている。また今回は 3D ステージにあるリングを一定数くぐることによって過去や未来へとエコーがワープすることができる。バラエティ豊かなステージがエコーを待ち受けてる。今回は水のチューブを伝わることによってエコーが空中を駆け巡る。世界観はさらに雄大なものになっているんだ。トラップも前作以上に複雑になっている。ここでは空飛ぶ未来のイルカの力を借りて巨大な岩を越えていかなくてはならない。またアイテムを取ることによってエコーが鳥に変身するシーンなどもある。ゲームバランスもさらに磨きがかけられているんだ。エコーの武器である超音波による攻撃は今回は最初から使える。ダッシュ攻撃とともに心強い味方だ。ミスを繰り返すと自動的にレベルが下がってしまう難易度調整システムが採用されたエコージャドルフィン2は6800円で8月26日発売予定です。